はい、こんにちは、サルーインです。いきましょう、スクソ2というわけで実況していきたいと思います。286日目です。すごい姿勢で撮ってます。実は足がつりそうです。ありがとう、アマネちゃん、ありがとうございます。声がちょっとガラガラなのはちょっとね、生放送で多分声がガラガラなのかな。ホタルちゃんか。今ね、ベガメンバーが嬉しいんですけどね。ビーガとギャールズプレイヤー以上です。寂しい。ありがとうございます。皆さんありがとうございますからの、さすがにちょっと全開してるかな。左でちょこちょこやってはいたんですけどね。というわけで A にやっていろいろ処理していきのからの、今日はちょっとこの姿勢だとホテルのランドはできないかな。なんならね、ちょっとあのまあ今ってよく考えたら仕事上がりじゃないんですよね。今の方が多分やれるんじゃないと思うんですよね。せっかくだけど姿勢が悪い。そうね、いつも撮ってるところにも撮れない状況なんで、それはちょっとね残念ですね。ちょっと位置変えて、ワンチャンあれかな。私いつもね起きながら基本的にやる人なんですけど、手で持つとね動画が雑音がねすごい入るんですよ。それがちょっと嫌なんですよね。全部消化しなくてもいいですけどね。まあ6まであるから結構余力あるんで、合わせて全部消化することもないのですが、ついやってしまいました。突発ミッションが来てます。さあ今日もそうそうね、ウキウキボックスがね全部開いてリセットできそうですね。これいつまででしたっけね。あ、でかい、2560はねでかいですよね。で何年強化ポイントも結構稼げるんですよ。でかいです。まあ800の時もあるんですけど、1500なんぼだったり2560だったりね、この1536かあってするんですよね。これでかいですよね。すっごいやりづらい。なんならボタンっていうかタップが反応しない。これはちょっと失敗しましたね。もうちょっといい姿勢あったやろっていうぐらいなんですけど、失敗しました。ベッドで横になりながら寝ながら撮ってるような状況です。あんまりね、自分の部屋の机とかが良くないんですよね。だからちょっと新しいパソコン買うときに、机とか椅子もね、全部ね、新調しようとは思ってるんですけど、なかなかちょっと、人間に出していきの、これ回しの、さあ、そろそろなんか弾きませんか。レアダイヤ、レアダイヤじゃない、レア、ね、ぼかしか出てこないな。エクレアはちょっとやっぱりストーカちゃんに使いたいというところですよね。だからミホちゃんのキダルが先に取れそうだから、それが結構悩んでます。割とガチでマジで。さあウキウキしていきましょう。強化ポイントをフルコンプしてしまいそうだ。まだあと1個あるはず。あとミラクルラブと SR ゲント使えると特攻ガチャ券、探索リンテリクサー、そして強化ポイントかな。これは無理だね。強化ポイントとレアダイヤ残しで早めにリセットっていうのがね理想的なんですけど、あとなりきり多分ストーリーっていうか今の腰入れてもらってるんですね多分ね。なんかドロップしてた気がします。そして助けスコアを受け取っていきますが、今200、ありがとうございます。これって今が13000。で、8日までだから、間に合うかな。ちょっと巻いていった方がいいかもしれないですね。まあ、あんまりエリクサーぶち込んでないので。てか、まあ、あんまりエリクサーぶち込みすぎちゃうと、ちょっとね、考え物だなと思ってるんですよね。さて、ちょっとお手手で持ちますね。ちょっと雑音入ったらごめんなさい。雑音というかノイズっぽくなってね。この状態でエテルの夢のランドで。もうやったことないですね。やりづらそう。やっぱ追いしながらやった方がやりやすそうですね。あと何より今メガネをかけてな。私メガネかメガネをかけるようになっているというこのね、よくメガネ。全然違う。どうしないとね、デッドインするとね、癖でメガネ外しちゃう。そういう時に
ってる。それが、なんで3体目。これはちょっとキーバージョン。やめましょうか。これはね、メガネかけるだけでも違うかな。見えてないですからね。見やすくて 100% 向いて、置かないと絶対無理ですね、これは。手が足りない。というか、指が届かない。あ、でも親指、左右の親指と押せばいいのか。やってみますか。あ、でもな、あれがスワイプができないんじゃない？うん。あの、左と右は押しやすいです。意外とやりやすいかな。意外と、ただスワイプがね、多分ないかなと思うんですね。あー、なんかでもいいかな。もともとこういうデザインなんだけど、いけるかな。あでもね、ちょっと可能性を感じました。たまにはこういうのもいいですね。さあ、ボーリングの時間です。動かしづらい。いつも私中指で動くんですけど、親指だと操作ができないと。ボールのその微妙な動かし方とか。はい、というわけで、この辺でいいですかね。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。雑音いっぱい入ってたらごめんなさい。